こんにちは。ヨガインストラクターの浅野祐介です。今から行っていくのは、体が硬い人のためのヨガ。体が硬いからヨガには向いてないんじゃないかと思っていませんか？私自身も体が硬いところからヨガを始め、体が硬いからこそより伸びしろを感じられる。だから今からやっていくヨガは、優しくてもいいんですよ、緩くてもいいんですよではなく、こうした方がより伸びを感じる、より伸びるように体を持っていく、そんな時間にしてみましょう。一度胸の前で手を合わせ、まぶたを閉じて、そしてゆっくりとまぶたを開けていきましょう。では始めていきます。よろしくお願いします。顔を上げたら両手横に下ろし、足を前に伸ばして、足を前に伸ばし、両足ともかかとを押し出すようにしてつま先を天井に向けてみて、腰が丸まらないように両手、指先をお尻の真横について、指先をついて、肩を後ろに引き、足はかかとを押し出すように、背筋を伸ばして、膝をできるだけ曲げないようにしますよ。かかとを押し出すように。もう一個追加しますね。もも、このももの前の部分に力を入れてみて、ぎゅっとももの前の部分に力を入れていく。一旦力を抜きましょう。どうでしょう、今のこのポーズ。ただ座っているようなポーズだけど、楽ですか？きついですか？ももに力を入れる、このももの前面に力を入れる、これを大事にしますよ。立ち上がりましょう。立ち上がったらマットの短い方を先頭にし、一旦見ていてくださいね。楽なポーズとより伸びを感じられるポーズの違い。ももに力を入れないで前屈をしますね、今から。ももに力を入れずに前屈をする。今のこのかかととお尻の位置分かりますか？実はお尻を後ろに引いていくと、そんなに実は苦労をせずに前屈ができてくる。ではなく、前屈をするときにこのももの後ろの部分、ハムと言われる、ハムストリングスと言われるこのももの後ろの部分を伸ばしたいので、そのためにはももの前面に力を入れてみて、一回叩いてみて、バンバンと叩き、このももの前面に力が入ってますか？地面を踏もうとすると、よりももの前面に力が入りますよ。この意識を持ったまま、お尻が後ろに行かないように、かかとの上にお尻が来るような位置のまま、地面を踏んで、ももの前に力を入れながら前屈をしてみて、指先を下ろしていく。膝を曲げてもいいので、5本の指先を地面につけたところから、ももの前面に力を入れながら膝を伸ばそうとしてみて、お尻がかかとよりも後ろに行かないように、ももに力を入れながら、徐々に膝を伸ばし、頭頂を地面に向ける。ゆっくりと両手をお尻に当てながら上体を起こしていきましょう。前屈の違い、わかりますか？こうすることで膝が伸びなくてもよりももの後ろに伸びを感じる。ポイントとしては、伸ばしたいと思ったポイントの反対側に力を入れる。腕だとわかりやすいですね。力を入れた方の反対側が伸びてくれる。力を入れた方の反対側が伸びてくれる。だから前屈をするときには、ももに力を入れることでももの後ろ側を伸ばしていきたい。もう一度ももに力を入れながら合掌しましょう。地面を踏みながら合掌して、手を下ろしてから、吸いながら前から両手を天井に伸ばし、吐きながら地面を踏んで、ももに力を入れながら前屈をしてみて、膝は曲げてもいいので、指先をそっと下ろしたところからももに力を入れながら膝を伸ばそうとする。別にももとお腹をくっつけようとする必要は今の時間ないですよ。それよりもももの前面に力を入れて、吸いながら顔を前に向け、両手をすねに当て、膝を曲げながら腰を反らせるように伸ばし、顔を前に向ける。次の吐く息でもう一度指先をマットに下ろし、ももに力を入れながら膝を伸ばして前屈をする。頭頂を地面に向け、吸いながら前から両手を天井に伸ばし、吐いて胸の前で合掌しましょう。今と同じ動きをもう一度、手を下ろしてから吸いながら両手を天井、地面を踏んで、吐きながら前屈。お尻が後ろに流れてないですか？ももの前に力を入れて、吸いながら両手をすねに当てて、顔を前に向け、膝を曲げながら腰を反らせるように伸ばし、次の吐く息でもう一度前屈、指先下ろし、お尻の位置意識してみて、吸いながら両手を天井に伸ばし、吐いて胸の前で合掌したら、そのまままぶたを閉じて、手を下ろしたらマットに座り、足をもう一度前に伸ばし、右膝を立て、その右膝を外側に倒し、右足裏を左足の内ももに当てていく。左足はかかとを押し出すように、つま先を天井に向け、辛い時は少し膝が曲がってもいいですよ。でもかかとを押し出すようにして、つま先は天井に向けて、両手で左足を挟むように指先を立て、背筋を伸ばし、吸った時にはもっと背筋を伸ばし、吐いた時にはできるだけ腰が丸まらないようにしながら手を前に歩かせ、左のももの前面、ちゃんと力入ってますか？吸った時に背筋を伸ばし、吐いた時に手を前に歩かせる。吸ったら背筋を伸ばし、吐いたら手を前に歩かせる。その繰り返しをしながら、大きく倒そうとするよりは、ちゃんとももに力が入っているか、つま先は天井に向いているか、それを大事にしてみて。少しずつですよ。呼吸とともに、吸って伸びる、吐いて手を歩かせる。ゆっくりと手を元の位置に戻してきたら、足を入れ替えましょう。左膝を立て、右足の内ももに当て、かかとを押し出すようにし、膝がちょっと曲がってもいいですよ。大事なポイント、指先にしてみて。右足を挟むように指先を立て、この指先で地面をちょっと押してあげると、腰がもっと伸びやすくなりますよ。力が抜けにくくなりますよ。力が抜いちゃいけないところをね、ちゃんとこれ使っていくの。お腹が引き上がるような引き上がるはず。吸ったら背筋を伸ばし、吐いたら手を前に歩かせ、吸ったら背筋を伸ばし、指先で地面をプッシュして、吐きながら地面を押しながら少しずつ手を前に歩かせ、呼吸とともにいきましょう。吸った時には少し上体が起きてもいいから、吐いた時にまた手を歩かせ、指先で地面をプッシュしてみて、ぎゅっと。右のももの前の部分、力を入れようとしてみてね。そして徐々に手を歩かせていく。痛気持ちいいところ、それを大事にしましょう。ただ楽でもない、ただ痛いだけでもない、痛い気持ちいいところ。ゆっくりと手を元の位置に歩かせてきたら、一度足を前に伸ばしてから、両膝を立て、そして足裏同士を合わせ、手は後ろについて、そして足裏同士を押し合うようにしながら膝を外側に開く。両手で足の指先をつかむとどうしても腰が丸まりやすくなるから、手は後ろでいいので背筋を伸ばしたまま足裏同士を押し合う力で徐々に膝を外側に開いてみて。膝を閉じたらマットに仰向けになり、左足だけを滑らせるように伸ばし、両手で右膝を抱え、右手を横に伸ばし、左手右膝の外側に添えツイストをしますよ。その膝を左側に傾けていく。ただポイントとしては右の肩が離れないところにしてみましょう。吐く息で徐々にねじりを加えていく。真ん中に戻したら足を入れ替え、左膝を抱え、左手を横に伸ばし、右手膝の外側、そして膝を右側に傾け、左の肩が離れないところを大事にしましょう。呼吸で徐々にねじりますよ。吐く息でねじりを加えていく。膝を真ん中に戻したら、その左膝を伸ばし、最後両足両膝を立てたら両手で膝を抱え、手をそっとほどきながら仰向けになっていきましょう。シャバーサナ、お休みのポーズに力を入れるところがあり、そうすることで抜くところがあり、いつだって目いっぱい力を入れてるわけではないし、だからといってダラダラしてるわけでもなく、このバランスが大事になってくる。頑張ったら力を抜くことをしましょう。ちゃんと頑張ったら休むことをしましょう。両膝を立て、体を楽な方にゴロンと倒し、手の力を使いながら上体を起こして、最初と同じように座っていく。まぶたを閉じ、胸の前で手を合わせて、体が硬いから無理だではなく、硬いからこそ柔らかい人よりも伸びしろがあること、硬いからこそ伸びている、よりほぐれていく感覚が強く味わえること、それを良かったと、ラッキーだと思えるように、ゆっくり頭を下げていきましょう。お辞儀をしていきましょう。ありがとうございました。